スペのハタスペの紋章ウクライナ保安庁はウクライナの国家保安機関。ウクライナにおけるソ連時代のソ連国家保安委員会の後継機関である。略称はイズベウ、またはズブウ。1991年9月20日、最高会議によりウクライナ国家保安庁の創設に関する決定が採択された。同命令によりウクライナソビエト社会主義 共和国国家保安委員会が廃止された。1992年3月25日、最高会議は、ウクライナ保安庁に関する法律を採択した。KGB が、機能別に分割されたロシア連邦と異なり、ウクライナ保安庁は、旧 KGB の機能を、ほぼ継承した。強大な力を有するため、しばしばウクライナの政治に介入。 あるいは逆に政治家に利用される事態となっている。権限縮小の議論は以前からなされており、対外情報機能は2004年にウクライナ対外情報庁に移管され、通信防除、通信保全を担当している特殊遠距離通信、情報保護部は近く独立官庁となる予定である。2005年9月現在、スペの庁舎は、 ウクライナの首都キエフの中心マイダーンネザレージュの土カラ徒歩10分ほどの市街に置かれており、近寄りがたい KGB のイメージに反し、面しているボロドイームイル通りに人通りが少なくないこともあり誰でも簡単に近づくことはできる。この通りには、キエフルーシ時代の建造物の復元である黄金の門や聖ソフィア大聖堂の他ホテルもあり、 外国人も含めて毎日多くの人が行き交っている。この外、各州、直轄市、自治共和国に主局を有する。イェブヘーン・マルチューク・ウクライナ上級大将バレーリー、マリコフ大将ボロドイーム・イル・ラドチェンコ・ウクライナ上級大将レオニード・デルカッチュクライナ上級大将ボロドイーム・イル・ラドチェンコ・ウクライナ上級大将イーホルスメシュコ中将レクサンドル・トゥルチノフ・イーホル。 ドリジチャンヌイーウクライナ上級大将、ありがとうございます。